はい、どうも、しぶざるじゅんです。本日、我々特産 TV チームがやってきたのは、東京の銀座で行われたマルチ&ビクタスの展示会でございます。MLB でも大人気のバットメーカーで、特産も公式潜入では愛用しているバット。本日は、そんなマルチ&ビクタス、これから発売される予定の最新ギア、こちらを一挙に大紹介したいと思います。ということで、まずご紹介するのはこちらの斬新なデザインのバット。今回も田尾さんがご説明していただきますので、ご覧ください。ラバーボール状の、え、マジで違うか、これこれそうですよ、柔らかいですよ。でもちょっと開発してみました。うわ、ついに味 SB 入ってる。え、本当だ。これはもう逃さないという、ね、ワニクラッシャーっていうわかりやすい中学生にいくつかのネーミングを出して、はい、こう選んでもらった、はい、まあ、エンドユーザーからこの名前がいいんじゃないかっていう形で選びました。面白いな。でこのデザインも全てデザインをこう開示して、どのデザインがいいですかっていうことをやってみたんですよ。まあ、基本的にね、メーカーはいつも自分たちよがりで作りますけど、うん、そうですね、そういうのやめて、うん、下からもうそういうことをした方が、まあ、よりフレンドリーになるかな。確かに確かに、ボトムアップで中身は硬いですね、奥の方は。これね、一回打ってもらいたいんですよね。いや、めちゃくちゃ打ちたいです、これ、はい、これ打ってもらいたい。ワニクラッシャー、はい、これあげますから、またまたくれるんですか。そう、田尾さん、前回の展示会でもこんなことがあったんです。気に入っていただけました？気に入りました。あ、じゃああげますよ。え、そんな感じ本当ですか？来てください。なるほど。あ、それもいいですね。ジャストサイズですね。それも持って帰ってください。いやいや、そうなんですか。これ、大丈夫です。マイケル・ジャクソン的なことになってくる。全部本当にすぐいろんなものをくださる田尾さん、今回も爆発していました。すぐくれ、おい、この全部、もう全部くれるぞ。またあげるので、あれ、借りるで、借りるんじゃなくてあげるので。本当ですか。またちょっと試してみてほしい。わかりました。これって販売とかっていつぐらいとかあるんですか。販売は10月。10月。あ、まあ、遅くても11月にはしたいななんて思ってるんですよね。もう出来上がっている。今はですね、製品安全協会のテストを受けてる最中。あ、なるほどなるほど。ということで、マルチ&ビクタスから出たこの軟式用のワニクラッシャー、性能ぜひ使ってみて、みんなでレビューしたいと思いますので、こうご期待でございます。もう一個、はい、もう一個ね、先ほどから握っといた、あ、はい、私握ったやつ、これね、JCAT 公式、あれ前回もありませんか。ありましたよ、はい、あったんですけど、ちょっと疑惑がつきましてですね。はい、疑惑がついたのはですね、バットにはロゴは何個ですか。1個、はい、そうですよね、はい、あらら、先端にもついてるじゃないかと。そうなんですよ。いいじゃん、別にそんなの。あとはグリップにもですね、いっぱいリニアロゴが入ってたんですよ、ええ、これちょっと改良しようかなと思ってます。そうですか。でもこのアルミはどのメーカーが使ってるものよりも柔らかいアルミを使ってます。へえ。なので打感がすごく柔らかい。はあ。食いつきがある、最高のバットですね、っていうふうに私は思ってるんですけど、データ上もそうなんですけど、はい、これも上げるので、これもちょっと試してみたいと思います。いいんですか、これも。お、やった、お願いします。これもだから検証してほしいんですよね。いや、もうたまたま行くよね、もう近くね、あさってぐらい公式でやる時あるんで、実は僕のこれ持論なんですけど、従来金属バットって高反発、木製バットっていうのはまあまあ低反発というか、でそこのギャップがこの高打者たちを苦しめてきたじゃないですか。できる限り赤い金属を使って高校生たちがバッティングをすることで、その運ぶ感覚とか、木の、うん、ポーンっていう感覚、ちょっとでも感覚の中で植え付けられれば、木製の移行っていうのは多少経験されるんじゃないかなっていうのは昔から思ってて、提供もそうだったんだよ。金属打ちってさ、衝突しにくいの、よく、ね、衝突しにくバッティングで、とにかくっていう、ね、その高校球界でこう強豪になっていくけど、意外と大学の木製だったら、いや、あれ飛ばないじゃんとか、苦しむバッター多いですね。あれ、あんまり伸びなかったなって言われちゃって、自分でプレッシャーかけて潰れていっちゃう、そういう野球人も見たくない。
やってみます。お願いします、はい、続いてはタオノさん特におすすめの一品。皆さんサングラスして最近プレスそうですね、はい、めちゃくちゃします、ね、多いですよね、はい、どういったサングラスをするしますよりやっぱこうクリアに見えるというか、うん、あの光を遮断してくれる。そうですね、やっぱりより多く遮断してほしいなとは思ってます。でも野球されるからボールがちゃんと見えないとまずいですよね。あ、それはそうですね。そうですね、はい、そこは結構あのめちゃくちゃ重要視してます。でメジャーリーグの選手って実はボールを回転するときにメジャーリーグのこのロゴがあるじゃないですか、はい、ロゴがどっちから回転してくるかって見えるぐらいのマジ目の力を持ってるんですよ。へえ。やっぱりその遠近感ってやっぱり私たち素人にも野球を楽しむ上では必要じゃないですか、はい、そうですね。で遠近感をちゃんと見せるためにはレンズが非偏光レンズの方がいいんですよ。へー。でこれは、非偏光レンズで作られたものなんですけども、はい、これを一遍かけていただいて近くだとよく分かりませんけどかけていただいてプレーしていただくとボールが今までよりもよく見えなくなるんですよ。でどれがいいですか。かっこいい。あ、そう、ちょっとやらんでかけてみてください。ちょっと白のやつでもかっこいいですね。これなんかどっちが。ああ、いいですね。一番よくわかるのは実はね、車の運転なんですよ。はぁ。1日非偏光レンズをつけて車の運転すると目はほとんど疲れなくて車線変更も怖くない。はい。それはもう遠近感がちゃんと見えるか見えないかなんですよ。なので動くボールのスポーツをする方はこの非偏光レンズの方が私たちはいいというふうに思っています。田野さん僕これにします。あ、どうぞ。軽い軽いです。これお決まりですよね。本当ですか。お決まり。僕らはその欲しがってきてるわけじゃないですから。いや、そう、私が上げたがって呼んでるんですよ。上げたがって呼んでる。前回だいぶ反響ありましたからね、コメントで。ということでこちらの非偏光レンズもぜひチェックしてみてはいかがでしょうか。さあ、そして派手グリップの先駆者といえばリザードスキンズ、こちらがなんと仲間入りしたとのこと。ということで新しく生まれ変わったリザードスキンズのテープのご紹介になります。このドットというこの楕円の中に、うん、こっちに入ってる線と横に入ってる線がここで分かれてます、うん、ありますね。はい、こちらのドット、ここには何もないですね。ドットのイメージはありました。ここに何も施されてないんですけど、このウルトラに関しては水を入れるという、ね、はい、ことによってもともとこのタイプでもグリップ力が高いんですけれども、さらにグリップ力を高めているという、はあ、変わってくるわけですね、はい、ただ素材自体はあの特許を取っている素材なので、これは同じです。プニュってくるようなこのリザード独特の感触はあるんですけれども、はいはいはい、さらにこの水を入れることによってボールを捉えた時に負けないっていう、はい、あのこちらの初期プラス進化版みたいな。さらに木製バット用の細い、テープも販売されるとのことでした。グリップテープの進化もどんどん進んでおります。注目してください。そしてここで徳さんが何かを発見。革の本当その感触っていうのに、はいはい、近づけた作り方で、はい、ちょっとそのグリップブースターをじゃあちょっと説明しましょう。ちょっと井川さんとちょっとバトルタッチしましょう。ロブさん、ロブさんです。ご存知、ご存知じゃないと思う。Do you guys like magic? マジック、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 斬新。茶色いやつかなと思ったら。OK、ちょっと待って。日本語喋れない。30秒待って。30秒待ってってことね。あ、なるほどなるほど。30秒待って。あ、これね、あの今の段階ではそんなにベトベトしてないよ。だからちょっとサラサラ感。何も言わない。本当だ。普通のバッテの。サラサラ感ある。むしろ。OK、grab the bat。Yes. おおおおお、ベトベトしてきた。え、なんで。あれ、ちょっと、なんで。夏夏しましたね。え、なんでなんでなんで、どんどんベトベトしてくる。あ、すごいすごいすごい。ああ、だってさっきと音違うもんね。めちゃめちゃ。え、なんで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 。怖い。
Why? Why? It's grip booster. It's magic. Magic? It's good magic. Oh, my God. Yeah, touch my skin. Oh. Yeah, touch. It's okay. No. Touch your skin. Try. Mm-hmm. Oh! Unclose. No. Oh, no grip. No stick. No stick on clothes. Yeah. No. But? But that. Oh! Grip. なんで? So clean. ここでやるとさ、別にさ、何もさ、ベトベトしないんだよ。あ、でも、全然違うもんね。皮同士とかでやるとここ全然ベトベトしないんだよ。なんで、なんで、なんで。だってこれ皮ないよ。皮ないっすね。それやったとすごいんだよな。綺麗さ保たれそうじゃない、うん、くっつかないからね、うん、はぁ長持ちもしそう、ちゃんと。さあ、そして最後にビクタス自慢のド派手バット、もうおなじみですけども、こちらをどうぞ。うわ、レインボー、レインボーです。これは何ですか。これはなんかしっかりいっぱい出てくる。でこれはタティスジュニア、話題になってるやつですね。タティス、ね、あ、サイン、あ、これは、彼のサインです。でもこれはあのなんですか、プリントですけど、ね、プリント、はい、あ、入ってるんですね。あ、色もそうですね、タティス選手ですね、はい、インスタで上がってたやつね。でこれバッドキングのサインが入ってる。ああ本当だ、デザイナーの。一回会ってみたいですけどね。ね、いや彼もぜひ来てほしいって言ってる。本当ですか。それがないとちょっと手配してよ。すぐ来て、すぐちょっとすぐ手配しないとこれ。せーのって言ったら行くやつ。いやいやいや、軽いだから。今令和だから。昭和じゃない。昭和のやつだって今。いや見てみたいね。どうやってこの、デザインしたりそもそも作ってるのかっていうね。そうそうそう、日本のバット工場は ありますけど。そうだよ、だから日本のバット工場に我々は取材に行ってて、なぜアメリカのそのビクタスのバット工場に行かないんだって、もうクレームが入ってるから。そうですね、入ってる入ってる。どこからですか。もう数多くのクレームが入ってるから、アメリカ行かないと僕ら。いやもう行きたい理由作ってるだけですよね。みんな言ってるよ。そういうことじゃないよ。あ、タティスのこういうバット、まあ、値段つけれないと思うんですけど、もし市場価格で販売するってなったらどれくらいの感じなんですか。もう20-30万とか。これはまだ値段がついてないんですよ。基本的にはこういったものを販売するときはチャリティーだとか、あ、そういったところまで全部絡めてやるんですね。なのでどうしても販売価格は高くなってしまうんですけど。いや、そうだと思いますよ。$2,000からやっぱ$3,000で、数売るもんではないので。なるほど、はい、そういった形でやらさせていただいて、まあ、収益の半分は基本的には何らかの形でチャリティーに持っていくという形にしてますね。どんだけの一流選手がさ、あれだタティスって言えば怪我、まあ、ちょっと今年はもうだって1試合も出てない。だってさ1試合出てないのに、うん、お前オールスターゲームで5位入ったんだよ。そう、信じらんくない。そんな選手いる。確かに、あのメジャーのそうそうたる選手の中で、うん。はい、ということで本日はマルチ&ビタスの展示会に行って新商品をご紹介しました。ぜひ皆さんの気になった新商品もどしどしコメント欄に書き込んでください。お願いします。